この後は伊東健太郎さんがハリウッドでアクションを体験。スパイダーマンとも共演です。続いてはハリウッドで体当たり取材です。ジップシネマでもおなじみ伊東健太郎さんが華麗なアクションを披露しました。さあ、もうハリウッドにやってきましたね。ハリウッドでやりたいことたくさんあるので、ちょっといろいろ遊びに行きたいと思います。先日ロサンゼルスでスパイダーマン最新作のワールドプレミアに宣伝隊長として参加した伊東健太郎さん、やりたかったこととは？アクションの練習を体験できるということで、ちょっとやっていきたいと思います。行ってきます。やってきたのはスパイダーマンのスタントマンも通うというジム。ここでハリウッド流のアクションを体験することに。ケンタ、nice to meet you. Nice to meet you. You ready to do some action today? Yeah. Nice. じゃあどこまでやりましょうか。日本語。教えてくれるのはルーベン・ダン・ラングダンさん。スパイダーマン2など数々のスタントをこなしてきたアクション俳優。日本で俳優デビューをしたため日本語がペラペラなんです。ドロップキックが、ドロップキックさんが得意ですよ。それドロップキックやっぱり映画でやってたんです。やってた。じゃあドロップキック見せてくれる？OK。ドラマなどで数々のアクションをこなしてきた健太郎さん。その特技はドロップキック。ルーベンさんもびっくり。そしていよいよアクション体験がスタート。アクションだったらポイが動きの前に出るんだからね。ダッ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 。じゃあ行きましょう。じゃあ1、2、3。振りかざす時に声を出すとよりアクションがダイナミックになるといいます。その後回し蹴りや障害物を飛び越えるアクションなどどんどんレベルアップ。本格的な指導に健太郎さんも思わずこの表情。続いて挑戦するのは前宙。今多分日本スタイルだね。これ実はアメリカ来たらこっちの方がなんか飛べるね。それだけやってみましょう。曲がるのがね、こう。どうですか？うん、ちょっと面白いね。おっ、全然まあ。手の上げ方だけで滞空時間が劇的に変化したんです。結構できるなね。長いコースで作りましょうか。うわ、やばい、やった。ルーベンさんが作ったのはスパイダーマンのようなアクションの連続技を試すコース。障害物を飛び越えて前宙でラストを飾ります。苦戦しながら何度も練習を重ねる健太郎さん。するとそこに憧れのヒーローが。すげえすげえ。本物？本物です。本物のスパイダーマンです。え？映画で出てある。マジで？やばっ。このスパイダーマン実際に映画にも出演している本物。健太郎さんもテンションマックス。気合を入れていざ本番です。ガネー満足。映画スパイダーマンファーフロムホームは現在公開中です。さあ、そして今日の